はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、えー、第7週の SOP の中の4本目のビデオになります。ここでは評価について、えー、話したいと思います。評価というのは要するにテストとかのことですね。はい。で、評価にはいろいろな種類がありますが、例えば診断的評価というのは、えー、コースの前にするのがそうですね。それから形成的評価というのは、コースの途中でして、 えー、そのコースがも,あのもっと良くするためにはどうすればいいかということを考えるためにします。で、最後の総括的評価というのがコースの最後にするものですね。あるいはその一つの課の最後にするときももちろんあります。で、それは目的はそのコースあるいは一つの課がちゃんと、えー、うまく教えることができたのかどうかを調べるために使いますね。えー、ここではこの総括的評価を 中心に話したいと思います。えー、こうした評価の時にとても大切な、えー、概念が二つあります。一つは妥当性で、もう一つは信頼性です。信頼性これですね。はい。で、この妥当性というのは、その下で教えたことがちゃんと評価されているかどうか、えー、それを、あの、うん、考えます。例えば、 えー、正しくないものを選びなさいという、えー、日本語が書いてあって、でこの日本語がわからないためにうまく答えられないというそういうことがあります。でこの場合は、えー、ここを例えば英語にすればちゃんと答えられるようになるわけですね、はいで。それが日本語でこういうふうに書いてあるから答えられない場合は妥当性がないからその評価は良くないということになります。 あともう一つ信頼性というのもあって、これは同じ能力の人が同じ点数になるかどうかということですね。はい。えー、オーディオリンガルと行動中心アプローチの評価の、えー、方法についても説明しておきます、えー。オーディオリンガルを中心とする文系シラバスでは一番大切なのはその文系を覚えたかどうかですね。えー、例えば、手形がわからない学習者に、えー 手もいいですとか、手はいけませんを教えるのは難しいですよね。ですから、手形のところではちゃんと手形が使えるかどうかを試験して、それがうまくいっていれば次の課に進むようにします。一方の行動中心アプローチでは、その行動ができるかどうかというのを評価します。えー、まあ、とて、あの、一番わかりやすい例では、例えば銀行の ATM でお金を下ろすことができるという、そういうキャンドゥでしたら、 実際の ATM の画面を見せながら正しいボタンを選ぶことができるかどうかを調べます。この行動中心アプローチの会話のテストでは、この JF ロールプレイテストというのがとてもわかりやすいです。詳しい SOP というかマニュアルもありますから、ぜひこれを見てください。最後になりましたが、誰が誰を評価するかということもとても大切です。一般には、 教師が学習者を評価することが多いですね。しかし、評価の中には学習者が学習者を評価する種類のものもあります。これは相互評価と言われていて、私たちのこの未来の日本語教育組のコースでも実際にやってみたいと思っています。それから、学習者が教師を評価する、そういう評価もあります。まあ、あの、インドではその、えっ、ー、と、教師はとても偉い、 存在みたいですから、あの、これはちょっと難しいかもしれませんが、しかし、学習者が授業を評価するという形で、同じことをすることができますね。もちろん、私のこの、えー、コースでも、毎週最後に、えー、皆さんにアンケートをしていますが、それは、これに当たります。はい。<laughs> えっと、このスライドへのリンクは、えー、ビットリースラッシュ TTCB74 ですね。このスライドの中には、 JF ロールプレイテストへのリンクがありますから、それを見たい人は、まず、これを、えー、インターネットの、えー、アドレスバーに、インターネットブラウザーのアドレスバーに入力してみてください。えー、それから、このビデオに知らない言葉があったら、暗記、クイズレット、メモライズなどの、えー、ツールに登録して、後で復習できるようにしてください。はい。それでは、私からは以上です。失礼します。